はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は山本周五郎のエッセイ語ることなしです。この語ることなしというエッセイは昭和32年続おふくろの味11月号に掲載されました。日本不動記の松の花という作品の元となった、作者山本周五郎自身の二人の母の思い出を綴ったものです。最近ではエッセイ集また明日会いましょうに収録されています。それでは作品をどうぞ。エッセイ語ることなし。印伝川の財布。私は二人の母親を持った。一人は育ての母である。生みの母は田舎生まれであり、育ての母は東京の下町に生まれ下町育ちであった。どちらも小学校を出ただけで、インテリらしいところはみじんもなかった。生母は私が24の年に死に、育ての母はそれから3年のうちに死んだ。二人とも極めて平凡な人であったし、生母の方は愚かしくさえあったようだ。したがって特に筆記して世に伝えるようなことは何もないが、一二のありふれた思い出を挙げてみよう。ここでは生みの母のことだけを記すのだが、私が母について何か書くと知ったら、どちらの母も絶対に反対するだろうと思う。自分の話を他人に吹聴されるとか、活字になって注目を浴びるなどということは、どちらの母もひどく嫌っていた。およそ派手なこと、晴れがましいようなことには、おぞけを振るうという性分だったからだ。母、以下はすべて生みの母の意味であるが、母は食べ物を作るのがうまかった。私の父は道楽者のくせにケチで、自分は二度も女を作って逃亡したりしながら、財布は自分が握っていて離さず、逃亡中はそうはいかなかったろうが、ごまごました買い物をするにも、母はいちいち父に請求しなければならなかった。父はすっかり古びた印伝川の大きな財布を持っていた。それは幅五寸、長さが200近くもあり、それをいくつかに折りたたんで懐に入れていた。それは紐で首から吊ってあるのだが、母に金を請求されると、まずひどく渋い顔つきで母を見、片方の手で懐を押さえる。財布を守ろうとする無意識な動作らしい。私は今でもよく覚えているが、それから「それはいつか買ったばかりではないか」などと役にも立たないこと。というのは、母は必ず請求しただけのものを受け取るからで、結局無駄ごとに決まっているのに、万たびつまらないことを言い、それから財布を出し、すると折りたたんである印伝川の大きな財布はパタパタと、音はしないのであるが、パタパタと長く垂れ下がり、父は右手をその財布へ入れながら、いくらだと母を見るのであった。その後に及んでもなお、もしかして母が背を切らして諦めはしないかと期待するような塩梅であった。そういうわけだから、すべてが倹約の日で統一されていたし、食事などは一汁か一菜、一汁一菜ではない、一汁か一菜であり、肉類などは売っちゃっておけば月に一度も食べさせてはくれなかったろう。魚でさえ脂肪の乗ったうまいのは高価だから、いい顔はしなかった。子供に脂っこいものを食べさせると腫れ物ができていけないという無根拠な俗心に便乗して、できるだけパサパサな、したがって安価なものを食べさせようとした。もっとも大正時代の中期までは一般にこの俗心が通用していたらしいので、私の父はただ財布の紐を締めるためにそれを利用しただけであろうが、こういう状態の中で
母は巧みに肉類も使い、肉を使わなくとも使ったような味わいのする食べ物を工夫した。私は少年の頃から救いがたき食いしん坊で、特に5日と肉なしではいられず、ほとんど毎日のように肉をせがんだ。魚でも脂肪ののった濃厚なやつでなければダメだし、野菜も油で炒めるか揚げ物にしなければ気に入らず、その希望が通らないとおちんぶりを書いた。おちんぶりというのはすねるというくらいの意味である。そして多くの場合目的を達した。こんなことを書いても意味はないのである。考えてみると、私の母について書き留めるようなことは別にないのだ。私は不幸者で、父も母も本当の親ではなく、いつかきっと真実の両親が馬車か何かでやってきて、我々がお前の本当の父であり母であるというようなことになるに相違ないと思い込んでいたくらいである。こんな例は私の知人からは一度も聞いたことがないし、他に書いたものを読んだ記憶もない。父に対してはともかく、母に対してまでこんなことを考えるというのは、心理学で分析すると多分愉快でない答えを出されるのであろうが、私にとっては思い当たる理由がある。というのは、母があまりに私にうるさくしすぎたということだ。どうもまずい。そんなことは世の母たちに共通なものだろうし、帰らぬ人の欠点を挙げる技で不幸の上塗りをするばかりである。一つの意徳、一つだけ記しておきたいことがあり、そこまでつなぐ思い出を探してみたのだが、どうやらその一つを挙げるよりしようがないらしい。本当のところ私の母は平凡中の平凡な人であり、私にとって貴重だったと思われることも、他に示して範となり感動を与えるような事例は何もなかった。ただ一度母が病死した時にこんなことがある。当時私は東京のある小さな雑誌社に勤めていた。母は脳出血で倒れ、34日寝て回復したが、父と床上げ祝いの相談をしている最中に2度目の発作に見舞われて死んだ。その通夜の晩に、近所だろうと思うが、おかみさん連中が5、6人やってきて、いろいろと母から受けた恩義について語り合っていた。どういう人たちですか？と私は父に聞いてみた。知らないな、と父が答えた。知らない顔ばかりだ。私はさりげなく彼女たちの話すのを聞いた。母は父に内緒で彼女たちの面倒を見たというのである。どうせ小銭を融通するとか、古浴衣や古帯を進呈するぐらいのことだったろう。こんなことも世間にはざらに転がっている話であろうが、彼女たちは誇張された感情のために互いに涙をこぼしながらその話を繰り返していた。父はその頃小金菓子をやっていたし、前にも書いた通り、首から吊った印伝革の大きな財布を依然として自分の懐にがっちり確保していた。母が必要な金を請求すると渋い顔をして防御体制をとり、無用なダメを押した後、その財布を出して、そうしてパタパタ、音はしないのであるが、パタパタと垂らして手を差し入れながら、いくらだなどとやっていたわけであるが、その厳重な警戒網をくぐって、母はそういうかみさんたちにいくらかの助力をしていたのであって、私はその時の父の渋い顔つきをかなりいい心持ちで眺めたように覚えている。ずっと後に私はこのことを不動機のいっぺんにバリエーションした。松の花というのがそれであるが、その中で日本の女性の最も美しく尊いことは、その夫さえも気づかないところに現れているということを書いた。もちろん母のことを言ったわけではなく、
日本の女性一般に対する賢治であったが、貧苦をしのいで子供を立派に育てたなどということも母にはなかった。私は学校というものが嫌いで、学校へ行くくらいなら巡査、今の警官諸君ではないが巡査にでもなった方がいいと思っていたが、それを強いて学校へ行かせるようなことも母はしなかった。私は二十歳の時につまらない諸女作が文藝春秋に乗り、ついで演劇新潮に五幕の刺激見たようなものが乗ったが、母はそれを誇りにも思わなかったし、進んで読もうともしなかったようだ。困ったような顔つきで、小説なんか書いて道楽者にでもならなければいいが、と心配しただけであった。それから間もなく死んでしまったので、全くのところ書くようなことは何もない。子供を自慢すると親バカと言われるが、親の自慢をする場合何と言われるのだろうか。子供バカとでも言うのだろうか。私のような母を持つとそんなことを言われずに済むのでありがたい。多くの場合、子供に感謝されたり自慢されたりする親たちはどうも人間的には不幸であり不遇であったように思えるが、私の母は多分自分の人生を生きたのであろう。私は母の子としてそれだけを母のために喜びたいと思う。山本周五郎作、エッセイ語ることなし、全文読み切り、書室続おふくろの味、昭和32年11月号より。